どうも、テッシーです。お世話になります。はじめましての方は、はじめまして、テッシーと申します。今回、ゲームをするのは、ファイナルファンタジー2となっております。はるか彼方の世界において、長く続いていた平和が、今、終わりを告げた。パラメキア帝国の皇帝は、魔界から魔物を呼び出し、世界征服に乗り出したのである。これに対し反乱軍はフィン王国で立ち上がったが、帝国の総攻撃に遭い、城を奪われ、辺境の町アルテアへと撤退しなければならなかった。ここフィン王国に住む4人の若者たちも、敵の攻撃によって両親を失い、必要な敵の追っ手から逃げ続けていた。というところから物語が始まると。なんでした、パラメキア帝国が世界征服を始めたと。でしかも魔物を呼び出して、でそれに対しフィン王国が阻止しようとしたものの、逆にやられてしまっているという状況ですね。この2つの国の対立を物語の背景に入れつつ、やられてしまったフィン王国の中にいたフィン王国側の、4人の若者たち、この4人が追ってから逃げているというところからストーリーが始まる。これがファイナルファンタジー2でございます。まとめたんですけれども、初めてプレイします。初見です。なのでね、買ってとかは全然わからないんですが、経験と知恵と勘でカバーしていければと思います。楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。これニューゲームでいいんですよね。で、スピードは8の方が速いんで、とりあえず7でいきたいと思います。お、顔がある。そういうタイプですか。これ主人公っすよね。あれ、カタカナはテッシーでいきますね。ちっちゃいあった。テッシーで、そういえばカタカナ使えますね。今普通にカタカナ来ましたけれども。これ主人公ですよね、これ。大丈夫かなあれ。これは、これですね。なるほど。全員決めなきゃいけないのか。名前毎回わからないんですよね。ちょっと覚えやすいので行きたいので、どうしますかね。なんかザインみたいな感じで行きますか。ザイン。ちょっとね、槍使いの彼をもじってザインで。でもザイン、OK。こう見ると、ザインっぽく見えてこない、この人。ザインっぽいっすよね。ザインでいきましょう。ほ、白い。怖いなぁ。なんかお白い極上パフですごい塗ってる感じがする。名前どうしましょうかね。白さでいこうか。白はちょっとあれね。白さ。こんな感じで。で、パワーファイター来ましたね。いいね。でもちょっとなんか地方のヤンキーも入って、ヤンキーっていこうかね、なんか。でもヤンキーはちょっとあれだから、どうしよう。ヤンキングでいこう、ヤンキング。よし。ヤンキングで。どこ行った？あった。ヤンキング。これ、いいんじゃないですかね。4人でこれで決まりですよね。おーちー、いきなり戦闘。モンスターの先制攻撃。はいはいはい、そういうタイプですか。あ、ただこれまあいきなり死にイベントってやつですよね。まあ追ってから逃げてたけれどもやられてしまってっていう描写だと思います。っていうか曲かっこよくない ?900 あー、おー、くるって回ってきたね。ミウ、助かりますか？はい、じきに意識を取り戻します。力強い生命力を感じます。フィンから避難してくるとき、この子が血みどろになって倒れているのを見つけたのです。あなたなら助けられると思ったのです。この魔法陣が生命力を増幅させます。そっとしておきましょう。安心しました。それでは会議に行きましょう。みんな集まっている頃です。帝国がバフスクで建造中の大戦艦、あれが完成したら敵の総攻撃が始まるでしょう。何か手を打たないと。放置。おっ、でも放置、基本放置で。なるほど。ここはどこだ？はっ、みんなは無事なのか。ザイン、分かれてシローサ、ヤンキングヤンキングいいね。テッシー、生きていたのね。よかった。私グスン。いろんなもう物語に食い込んでるわけですね。これがシローサ、ヤンキング。ザインはどこだ？フィンの王女、助けた。俺たち、ザインいなかった。ヤンキング、そんなキャラなん？そうか、大丈夫。生きているさ、きっと。城の曲もかっこいい。てか、ヤンキング、そんなキャラなん？俺、バカだから何もわからない的なキャラなん、ヤンキング。城の曲、すごいね。なんか、荘厳さも感じるし、ちょっとこれやられてしまった側ですよね。ちょっと敗北感のある含みもあって素晴らしい。ヒルダ、元気になったのですね。よかった。王女、私たちを反乱軍に加えてください。ダメダメ。違うな。ダメ。あなた方の力では無駄に命を落とすだけです。お家へお帰りなさい。私たちの家はもうないんです。両親も。そう。ごめんなさい。そうだわ。よかったらアルテアで暮らしなさい。合言葉さえ覚えておけば自由に暮らせます。合言葉は野原です。忘れないように。野原。これさっきの人？私には君の運命が見える。それは私の運命とも関わっている。まずフィンへ行きなさい。それが運命を切り開く道になるはずだ。ミンウ。運命。尋ねる。何これ？尋ねる。はてな？こっちのセリフがはてなはこっちのセリフ。覚える。覚えられる単語は持っていない。アイテム違う。どういうこと？合言葉は野花です。よく覚えておくのよ。尋ねる。ない。覚える。そんな感じ。人が喋ったところを、で、なんかあれば覚え、ティラリラリラと覚えられると。で、これ、そして尋ねる。アイテムはない。これ尋ねると。野原はフィンの国の紋章です。フィン、フィンはどうなるのでしょう。囚われた人々がフィンに集められているのを見たという者がいます。何回フィン言ってん。そういえば、シローサのお兄さんのザインも行方知れずでしたね。もしかすると、フィンの町にいるのかもしれません。ああ、ザインはシローサのお兄さんか。ただ、今ではフィンはモンスターがうろつく危険な町になっています。簡単には近づけないでしょう。なるほど。で、これで尋ねる野原。ふふ、早速合言葉を使っているな。そうやって人々の声に耳を傾けるのだ。なるほど。なるほど。こいつか。東に行くと、待て。東に行くと、港町、パルムだ。間に大きな湖があって、カヌーがないといけないぞ。まずカヌーを手に入れると。フィンに行かれるのか。やめなされ。あそこは帝国のモンスターがうろついておる。北に行ったところにガテアという小さな村がある。お主らではそこに行くのがやっとじゃ。ガテア、北の村の小さな村ガテアへ向かえと。ここは反乱軍の作戦会議室です。はい、なるほどっすね。うわー、曲かっこいい。違う。曲かっこいいっすね。ここはもう、魔法陣でしたっけがあるだけ。何も起こらなかった。回復とかではないと。なるほど。こいつから話聞いた方がいいのかな。ここは、アルテアの町の反乱軍のアジトだ。町の中ってこと？カシュオン王国のゴードン王子がこのアルテアにいる。王子は自信を失っておられるようだが、王国がもう一つ出てきましたね。いきなりカシュオン王国。ポーション手に入れた。ファンファンファンと。カシュオン王国、なんか2つの国の対立を描いたとか言ってましたけど、違いましたね。カシュオン王国のゴードン王子が、なるほど。こういう普通のメッセージで覚えるとかはできないと。キーパーソンの人にしか尋ねるとか覚えるとかしかできないっていうことですかね。ヒルダ王女はフィンが滅ぼされた時にこのアルテアに逃げてきたの。傷ついた王様の代わりに反乱軍の指揮を立派に務めていらっしゃいますわ。なるほどっすね。あら、もう下出ちゃう感じか。何もない、なくはないだろう。まあいいっす。もうちょっとしっかり突っ込んどいた方がよかったかな。ここは？お？ここは王様の寝室です。王様はフィンからここアルテアに逃げてきた時に傷を負われたのです。かわいそう。なるほどね。さっきの戦で矢を腰に受け、この有様、もう年だ。娘のヒルダがわしの代理だ。ヒルダに話を聞け。ヒルダ、覚えられる単語を持ってなんだよ。野原。はてな。え？ってな？ってど、ちょ待って。アイテム、ポーション、何も起こらなかった。ちょ待って。ヒルダがわしの代理だと。野原では何もないと。いや、お前は知ってなきゃダメだろ、お前は。だから落とされるんだよ、フィン王国。統治。ガバナンス。シャキッといきましょうよ。まあこれから取り戻してやりますから。王様がハテナっても野原、そんな新しい合言葉じゃないでしょ。だってなんかフィン王国を象徴するみたいなこと言ってましたもんね。おお何こいつアサシン。話しかけていいのかな。すげえ早いんだけど。おできた。俺様は世界一の盗賊ポール様だ。俺に盗めないものはないぜ。最近は帝国軍の金庫からがっぽり稼いでるんだ。すげえな。覚えられる単語は持ってない。俺は反乱軍からは盗まないよ。オイラの家もフィンにあったんだ。帝国のやつらに占領されて家に帰れねえんだ。フィンね。これ宿や。ここはアルテアの町。帝国もまだここまでは襲ってきません。でもそれもいつまで持つか。なるほどっすね。防具や。ちょっといいっすか。建物とかはワンとあんまり変わらない感じですね。防具屋の表示も。買う。400ギル。ひらがな。バックラー。革の帽子、服の革というか。っていうか、ちょっと待って。これワンとセレクトで一緒か。違うわ。ワンと違って、前列と後列がある感じになってますね。順番は入れ替えることはできない。このテッシーとシローサの順番は入れ替えることはできないけれども、こうやって上下じゃねえ、前列後列になってますね。今どうなってるかわからないですけれども、後々のシリーズに引き継がれるものとなってますね。ってことはスタートボタンで、なるほど。アイテムがポーション。さっき手に入れたものですね。魔法。MP は全員あるわけか。何にも覚えてない。やっぱ買わないとダメってことっすね。これランキング覚えてたらウケますけどね。これ絶対違うだろうっていう。装備。かっこいいのもう装備してるね。装備してんじゃん、結構ね。アイテム。そういう感じ？戦闘中に1個しか使えないとかいう感じなんかな。頭と腕が装備してないと。弓。なるほど。両手持ちかな、弓は。アクス。素手。右手と左手が一応あると。ヤンキング強っ。攻撃17。手し10っすよね。白さは弱い。白さ防具はいいや、とりあえず。結構攻撃力差ありますね。ナイフ、杖、ジャベリン、ブロードソード。これジャベリンですかね。シャベリンって今まで思ってたんですけど、ブロードソードもう持ってるから大丈夫か。わしはただの年寄りじゃ。こいつただの年寄りでは仮の姿じゃ。実は反乱軍一の鍛冶屋トブールじゃ。なるほど。鍛冶屋ね。アダマンタイト持ってくればいいのかな。そこの武器屋にいるトブールは腕のいい鍛冶屋さ。でも最近元気がないんだ。この草むらで2からですね。ここに隠しアイテムが情けないか。白さは白魔道士かな。そしたら何もない。あれ、ケアル、魔法一緒になってるんだ。ケアル買おうよ。あれ、ケアルの本。本買う感じ。どうすん。これを、誰が呪文覚えますか。白さ。100。どういうことよ。ちょっと待って。100。暗号わからん。それとも1の横が棒線のとこにも数字が出てくるとかわからんぞ。1使って回数制 ?1 回しか使えないとか、レベルが1ってことかな。あ、でも違うよね。0がそしたら謎。ちょっと待って、使うまでわかんねえなこれ。ポールは悪いやつじゃないよ。盗賊だけど帝国のやつらからしか盗まないんだ。あ、義賊みたいな感じ、ゴエモンみたいな感じ。あっ、え、何これ。何も起こらなかった。あれ、その方向には何もないと何も起こらなかったっていうあるね。その方向には何もないっていうのがガチで何もないってことでしょ。何も起こらなかったっていうのは何か起こるんでしょ。そしたら何かあればね、多分。アイテムない。私の名はゴードン。かつてはカシュオーンの王子だった。あー、なんかちょっと話聞いたやつか。今はただの引きを物だ。藤木君、兄のスコットが討ち死にした時、私は逃げ出してしまったのだ。ない。ノバル、そうか、君は戦いに志願したのか。私はヒルダに拒絶されるのが怖くて志願もできずにこんなところでうじうじしてるんだ。笑ってやってくれ。なんかもうちょっと情報。おお、道具屋めっちゃいる。ポーションだ。おお、2でついにハイポーションが出ましたが、高い。最初の街でもう売ってる感じですか。てか毒消しインフレすごいよこれ。ひどいわマジで。1で75で、なんで2で200になってる。そんななん。エレクションもう売ってんのこれ。5万。まあどうなんだろう。これエリクサーですよね。シャー、おじいちゃんが言う感じですよね。エリクサー、ちょっとエリクサー買ってきてくれんかって。鮭を鮭っていうみたいな感じ。コテージってる。お、フェニックスの王も出てきましたね。よかった。5万。ちょっと待って、フェニックスの、でもそうっちゃそうか。高く、どんぐらい手に入るかですよね、ギル、結局。十字架、トンカチ、乙女のキス、金の針も高い。金の針も高い。てか、トンカチ、この中で仲間外れはどれでしょう。4択クイズだったら絶対トンカチだからね。あ、でもそうでもねえのか。でもトンカチだけなんか意味わかんないですよね。乙女のキッスだけ現実にはないよねっていうことでは、これが仲間外れみたいな感じかな。まあそんなことはどうでもいいと。さっさとゲーム始めろと。まあ戦闘をしたいんですが、ちょっとまあ時間もいい感じなので、戦闘は次回。戦闘曲すげえかっこよかったですよね。にプレイしたいと思います。まあ普通にね、プレイして普通に攻略していくという感じになっておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。すっげえフィールドもかっこいい。めっちゃかっこいい。なんかまた先に言っちゃうのもあれだけど。ないこれ、ないこれ。びっくりしたー。何今の。飛空船。1で飛空船。飛空艇だよねあれ。びっくりしたー。で、なんかその言いかけたことが5の5の第二世界の曲みたいな感じ。ちょっと物悲しげみたいな感じで、こういうのも好きっていうか、すごいね。2 1からすごい進歩してますね。はい。次回、続きをプレイしてまいります。よろしければね、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いいたします。楽しんでプレイしていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。てっしーでした。失礼いたします。